坂本龍馬と竹地半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって、龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま、真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは、帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お龍ちゃん、お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけん派起こしてきて。まだどうすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒？そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。お龍ちゃん、もうええ、ほっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさか、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さ、早お昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの？悪いがいい、サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。けど別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけよ。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に嫌われるだろ。そう、
まったく、今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち、町中血生臭くてかなわんわ。そうだな。博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ、親も泣くんとちゃう？余計なお世話だ。あっそ、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。もう一遍言ってみる。どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれやの。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、型より実践を重視している。その使い手を探してんだ。それで町のめぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流っつったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。それで話はしまいか。ああ、やっぱり無駄足だったな。おい待てや、ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。旦那、斉藤の旦那。カラスか。よくここが分かったな。
これでもカラスの銀次で通ってる男です。そのぐらいわからねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか？いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすればこの手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かであらかた今日の道場は見たんじゃないですか？ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか？いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ねえ旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか？天然理心流は江戸の市営館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで京に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか？これは厳しい。まあいただいた前金の分だけは仕事させてもらいますから。それじゃ。
Thank you.
いや。Hmph!
騙される人もたくさんやん。おっとおっと、気ぃつけろや。お気に早いもん勝ちやで。四
つけてくれよ。いらっしゃいませ。お待ちくだはれ。お酒のお代は付けにしとけや。こないだ薩摩もにはそうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけど、あなた方のはどちら様へお付けしたらええのかわからしまへん。うるせえ。俺らは勤王の志士だ。天下国家のために命がけで幕府と戦ってんだろうが。何つったってんだ。詫び入れろや。あんたら、ええんでっか。新選組呼びます。なんだと、ババア。おい、てめえも詫び入れて出すもん出せよ。あいにく金もクズに下げる頭も持ち合わせがねえ。てめえクズってのは誰のこった。決まりだこの野郎。天誅受けろや。行くね、おらアホらしい。諸君、グーグー諸君、うわっ最近は安うなってますね。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。まだいい感じ。そうやで。さあどうぞ。はい、いらっしゃい。どうもみんな。やっぱりそうぜよ。わしじゃ。
俺土佐の島田雄平、恩師今日に来ちょったわかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ。ヒット脱奔してからどこにおったかじゃ。覚え出すな。ありゃ新選組ぜよ。逃げやがった。おい、つかっ。ち、強かったな。ちょっと酔っていい？また来ような。なんや、揉め事でもありました？ちゃうねんって。なかなかの見物やった。大丈夫やって、頑張り。酒屋のおかみさんも助かったんちゃいます？あれ、どないなった？早行こうや。そこで大立ち回りがあったんよ。ほんまかそれ。そんで？ほんま酔っ払いは面倒やね。ずいぶん賑やかなんだな。安っ、どんだけ買うねん。さすがおかみのお膝元だね。そんで、こないだのよかったな。よろしくどうぞ。町もお着物も華やかで羨ましいわ。安いしうまいね。なんやのもう。かんざしくらいなら買ってやらないこともないな。今度来はる言うてました。なんやのもう。どうだ、またよろしく頼みます。お金貸してや。なんやのもう。こないだのよかったな。じゃあ後で見に行きましょう。なんやと思っとった。毎度。今月きついねんけどな。またこの辺で仏さん出たんやって。んこれなんぼや思う。ほんま嫌やわ。なんぼやな。いやほんま厳しいんですわ。ずいぶん賑やかなんだよ。安いし、うまいねん。さすがおかみの膝元だね。ほんで、よう見てくるよ。そうですね。どもう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ京の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは？おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？
俺もあんたと同じ叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然離心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだあんた。気がつかなかったかな？さっき道場にいたんだけどさ、ってまあ影に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応勤王の志士ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か。まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今今日の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや、近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想当たるんだな。つれないな。それじゃあ、そうだな、まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。ん？これでも俺長州藩切っての情報通って言われててね。情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところ、あのカラスとかいう情報屋、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然離心流とやらの使い手を置きなら、俺がこの京で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、西の河原と呼ばれるところを目白にしてる。通称西の風呂屋。西の風呂屋。依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然離心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより信じて裏切られた方が少しは前に進める。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に今日の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで命がけだ。少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。斉藤はじめだ。
斎藤さんね。覚えとくよ。そんじゃ。長州藩のニーボリか。隙があるようで隙がない。不思議な男だ。